味の素株式会社は日本の食品企業。味の素は同社が製造販売するエルグルタミン酸ナトリウムを主成分とする旨味調味料で同社の登録商標。現在のコーポレートスローガンは Eat Well, Live Well。味の素は食品会社として広く認知されており、日本国内だけでなく世界各地にグループ企業や工場を持つ化粧品、ブランド、 ジノなどアミノ酸生産技術を活用したケミカル事業、医薬事業も行っている。食品事業、編集、味の素、本出し、クノール、クックドなどアミノ酸事業、編集グルタミン酸をはじめ、発酵法によるアミノ酸製造技術を持つ。医薬事業、編集主に以下の3分野がある。10月から創業100周年記念スローガンとして、先行導入されていた。30秒版。 60秒版のテレビ CM や提供読みでは2010年4月から2014年9月までは日本語表記の美味しさ、そして命へのみを用いた2014年10月以降は英文のイートウェル、ライブウェルを用いる30秒以上のテレビ CM ではサウンドロゴの前にスローガンがナレーションされるが企業 CM 以外はサウンドロゴと重なり一部は 当社の CM 出演者がスローガンの読み上げをする場合もあった。2017年10月のコーポレートブランドロゴの改定に伴い、2018年1月からはグローバルブランドロゴが一筆書きによって現れる新しいサウンドロゴとなり、30秒以上のテレビ CM では従来ドリートウェル、ライブウェルのナレーションもある。使用工場、研究施設は川崎事業所にあり、現在は 部分的に改築を進めている。川崎事業所の所在地である鈴木町の地名は創業者鈴木サブロウス家に由来する味の元グループも参照1908年東京帝国大学教授の池田菊内が昆布の旨味成分はグルタミン酸ナトリウムであることを発見。創業者の二代目鈴木サブロスケが工業化に成功した。開発当初は味製という名称であり、 中華人民共和国など漢字文化圏では、現在も味製と呼ばれている。味の素を商標登録した際には、石油系材料の表記をめぐって争われた。登録後は、味の素は、日本では、旨味調味料の代名詞とされるほど普及した。味の素の主な原材料は L、L グルタミン酸ナトリウム。グルタミン酸ナトリウム。グルタミン酸ソーダはグルタミン酸のナトリウム塩のことで、 この物質のエルタイが調味料として使用されている。現在では旨味調味料と呼ばれる。製品には鰹節、椎茸の旨味成分である後、リボヌクレオタイドナトリウムを2.5%配合している。一般向けの味のもとはエルグルタミン酸ナトリウムを97.5%配合しているが、業務用の 味の素 S は一般向けと処方が異なり、L グルタミン酸ナトリウム99%、5リボヌクレオタイドナトリウムを1%配合している。食用グルタミン酸ナトリウム生産の先駆けである味の素社は当初小麦などのグルテンを加水分解することによって生産していた。しかし、コストが非常に高くつくため、石油由来成分による合成など様々な手法が試みられた。 しかし今日は発酵工業によりグルタミン酸生産菌が発見され、これに配当蜜あるいは米などをエネルギー源として与え発酵させて、グルタミン酸を得る手法が安全性、費用面において優れていることから、現在ではこのグルタミン酸生産菌による発酵法が主流となっている。発酵過程でビオチンを阻害するなどのグルタミン酸生産菌のグルタミン酸生産を 活性化する添加剤や窒素源、発泡を調整する薬剤が加えられる。グルタミン酸も参照詳細はグルタミン酸ナトリウムを参照味のもとは1970年代までは石油製法で製造しており、1960年代から1970年代にかけてその外毒性が議論された。1969年には第61回。 国会科学技術振興対策特別委員会でも取り上げられた。当時、味の素にはグルタミン酸ソーダになるノルマルパラフィンを原料とした石油製品が入っていて成分の3割を占めた。1969年当時、グルタミン酸ソーダは味の素株式会社だけが石油製法によって製造していた。石油由来原料のアクリロニトリル またノルマルパラフィンからは、酢酸が生成され、それらによってグルタミン酸が製造されていた。アクリロニトリルやノルマルパラフィンを使用した石油製法の外製について、メーカー大手である共和発酵工業は、石油の中に含まれている有害なタールをどうしてなくすかといった技術的な問題が残されていると言明。タールは発ガン性が強く、 グルタミン酸ーダが99度の純度とすると、残り1%の不純物があり、その不純物の中に、有害なタワル分が残留していないかどうかについては、当時は検査されていなかった。これについて、味の元のアミノ酸開発部長は、研究を進めていないといえば、嘘になるでしょう。毒性試験を進める過程で、動物1台だけの実験結果ではダメ。2代目、3代目の影響。 ひいてはこれを食用にする人間も2世、3世にどのような影響があるか、これをデータで納得させねばいけない。これらデータを作成するには、一企業だけでは無理と答弁した。1972年に味付け昆布にグルタミン酸ナトリウムを増量剤として使用し、健康被害が起きた事故があった。その症状は口述の中華料理店症候群に似たものであったが、 問題の商品には、製品の25.92%から43.60%のグルタミン酸ナトリウムが検出され、調味料としての一般的な使用とはほど遠いものであった。JKF を 120mgkg 以下と定めた。また動物実験で、新生児への影響が指摘され、この制限に当てはまらないとした。 その後アジを超える接種事例が報告されたため73年以降の研究に基づいた再協議が JKF1987 年第31回会議にて行われた。その結果、通常の蛍光接種では幼児も含め人に対する毒性はなく、j ケ f はグルタミン酸ナトリウムの1日許容接種量をなしとした。ただし一度の大量接種は注意すべきとしている。 米国食品医薬品局、ヨーロッパ食品情報会議、欧州連合食品科学委員会なども、同様に味を特定しないとする評価を90年代に下している、中華料理店症候群中華料理を食べた人が、頭痛、脂痛、顔面の好調、体の痺れなどの症状を訴えた中華料理店、症候群があり、料理にグルタミン酸ナトリウムが含まれたため関連が、 疑われたが、臨床実験の結果からは関連性は見られなかった。緑内障の原因の可能性2002年に発表された比良大学の大国広志らの報告によると、高濃度のグルタミン酸ナトリウムを摂取させたラットの目には障害が発生しやすいという。愛国らは、このことがグルタミン酸ナトリウムが欧米に比べて広く使われているアジアで、 緑内障が多い原因の一つではないかと推測している。ただし、食品安全委員会の評価では、蒸気はマウス及びラットの新生児の事象であり、猿を含めた他の動物では発生が確認されないため、グルタミン酸ナトリウムが添加物として適切に使用される限り障害は起こらないと判断されている。味覚法はの問題グルタミン酸ナトリウムの性質として、 味覚から過剰摂取を感知できないという問題がある。通常、塩などの調味料は豆乳過剰状態になるとしょっぱすぎる状態となり味の濃さを感じることで過剰摂取に気づくことができるが、グルタミン酸ナトリウムはある程度の分量を超えると味覚の感受性が飽和状態になり味の濃さが変わらず同じような味に感じるため過剰摂取に気づきにくく また飲食店も過剰投入してしまいがちになってしまう。その結果、調味料としての通常の使用では考えられない、分量のグルタミン酸ナトリウムを摂取してしまう場合があり、注意が必要である。うまみ調味料には、ハエミー、シマヤダシのもフレーブ、ニットオミノセイ、イノイチミタス、アジラク、グルエース、アジモト、アジゼンなどがあり、類似商品、商標に対して、 法的手段に訴えたこともある。ハイミーは、リボヌクレオタイドナトリウムの含有量を8%にまで引き上げた派生商品である。過去には、味の素 1kg 缶が発売されていた。1kg 缶は1927年から発売が開始された味の素社製品の中では最も息の長い商品で、あったが、味の素のラインナップ見直しにより2015年8月の 出荷分をもって87年に及ぶ歴史に幕を下ろした。2000年、長年にわたって、資料添加物理人をめぐる国際カルテルに加担していたことが、連邦捜査局によって暴露された。競合企業はとも、顧客企業は、敵を合言葉に、アーチャーダニエルズミッドランドが主導し、共和発行、味元、第一毛織など、理人に関する、あらゆる世界的企業が参加した。 価格設定の会議に味の素の重役も出席していたことが FBI の盗撮によって明らかになった。証拠として少なくとも1993年から1995年の映像が存在した。後にスティーブン・ソダーバーグによって映画化された。1997年に商法違反事件が発覚し、総会屋に対し利益供与を行っていたとして担当社員が起訴された。 基礎自由の供与金額は1000万円ほどだったが、実際には1億円もの金額が動いたという説もあり、経営陣の関与も取り沙汰された。当時は大手証券会社などが同様の事案で次々と立件され、社会問題となっていたが、同社は国民生活に密着した企業だけにイメージダウンは大きかった。ちゃんとちゃんとの味の素というキャッチフレーズを使用した。 テレビ CM の放送が中止されに差し替え日本テレビ系のごちそうさ様などメインスポンサーを務めていた番組が打ち切りになった。当時同社で総会や対策に当たっていた石神高尾が汚れ役味の素総務部裏入るという本を出版している。2000年インドネシアで味の素の原料にイスラームで近忌とされている豚肉が使用されている。 疑いがあるという噂が流れた。材料として豚の成分を使用してはいなかったが、発酵菌の栄養源を作る過程で触媒として豚の酵素を使用していたために、現地法人の社長が逮捕され、味の元製品は同国の食料品店から姿を消した。同社は2001年2月に商品の回収を終了、触媒を変更したことにより販売許可が下り、 社長も釈放され、製造販売を再開した。イスラームの食品禁忌については、ハラル、ハラム、肉食を参照2002年9月20日、人工甘味料アスパルテームの製造法を開発した元社員が、発明特許の対価として20億円を請求する、胸の訴えを東京地方裁判所に起こした。元社員は、退職時に特許報奨金として1、 霊園を受け取っていたが、2004年2月24日、同地裁は、発明に対する相当体価格は1億9、935万円で、あるとして、会社側に対し、支払い済みの1、霊園を差し引いた1億8、935万円の支払いを命じた。この一審判決に対して味の元元社員ともに控訴したが、二審の東京高等裁判所で、強い和解勧告を受け、 会社側が元社員に1億5、0円を支払うことで決着した。2018年に導入された新社賞1970年までは漢字の3と S を組み合わせたものが用いられたが、これは創業者、鈴木サブロスケのイニシャルに由来する、当時関連企業だった山岳オーシャンもまるで3と S を囲んだマークを用いていた。 1970年9月1日から、勝井光みデザインによる2、絵を白抜きであしらったマークに変更され、株券や医薬品のパッケージ、タンク車の荷主表示部分にも使用された。2010年からは創業100周年を迎えたことにより、1999年から使用している味の素の現行ロゴマーク戦闘の A を正式な車掌として使用していた味の素グループ。 グローバルブランドの導入とともに、2018年1月より、新車賞を使用している。以下の3つの施設の命名権を取得している。インは1社提供、インは60秒提供。日本テレビ系 TBS 系富士テレビ系、テレビ朝日系テレビ東京系その他富士テレビ土曜19時台、レッドカーペットから、世界衝撃映像社の放送期間は、木曜劇場と同様、 各月イコール奇数月担当で、AGF イコール偶数月担当と交互にクレジットされていた。世界衝撃までは各週ごとに前後半入れ替えたが、リアルスコープから後半枠に固定。また、世界衝撃までは、AGF の CM が放映されたが、リアルスコープから、稀に、山キの CM が流れる。ただし、同枠がプロ野球中継などに、急遽差し替わる場合、 CM とスポンサー枠を返上し、年末年始を含む単発特番へ提供番組変更することもある。など1968年、味の元社の企画の下で、東京シネマが制作した PR 映画、現在、蒸気サイト内において無料公開中。アミノバイタル AC に関するカテゴリー、ありがとうございます。